全国でも有数の種ガキの産地として知られている宮城県石巻市のマンゴクーラで、カキ養殖の再開に向け稚貝をロープに挟み込む作業が進んでいます。震災で各地の養殖施設が大きな被害を受ける中、湾口が狭い内海のマンゴクーラでは養殖棚の流出も少なく、稚貝の種ガキが8割ほど残っていました。漁協ではおよそ2ヶ月遅れで始まった種ガキをロープに挟み込む作業がピークを迎えました。作業では長さ2メートルほどのロープにカキの稚貝がついたホタテの貝殻を1枚ずつ挟んで取り付けます。それを湾内の養殖場に運び、再び海に沈めて成長させます。順調に進めば7月頃に石巻湾の沖合にある施設に移し、10月頃には収穫、全国に出荷されるということです。